ネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったは日本の作家である蝶猫芝居によるライトノベル。イラストは久志が手掛けている。電撃文庫より2013年7月から刊行されている。略称はネトゲの嫁。2017年3月時点でシリーズ累計発行部数は105万部を記録している。県立前ヶ崎高校に通うネットゲームが好きな男子。 高校生の西村英樹は2年前に MMORPG のレジェンダリーエイジで結婚システムの一環で女性キャラの猫姫へ告白したものの相手から自分は猫マだと告げられ激しいショックを受けるそのトラウマからリアルとゲームは別物だと区別しながら現在の自分が所属するギルドアレイキャッツの面々とゲームを楽しんでいたそんなある日 仲間の一人であるアコから告白をされ、成り行きで彼女とゲームの中で結婚することになる。さらにエイキは、ギルドマスターからギルド結成1周年を記念して、初のオフ会の開催を告げられる。そしてオフ会で、他のギルドメンバーが、同じ高校の女生徒であり、アコは、引きこもり気味のコさわりの玉木アコ、シュバインは、クラスメイトのセガワアカネ、アプリコットは、 生徒会長のご承認教だと知ることになる。だが、アコは、現実とゲームの区別がつかない残念な娘であった。メンバー内の相談の末、アンズは、生徒会長の権限を乱用して、現代通信電子遊戯部を新たに設立し、アコの構成という目的のため、放課後に部室でネトゲをできるようにする。その後、決まっていなかった顧問も A 期のクラスの担任の斎藤、 ゆいを迎えることで解決し、ネトゲブの活動が本格的にスタートするのだった。第10巻で登場人物の学年は一つ上がる。主人公、メインヒロインヒロイン2015年8月7日にアニメ化が発表され、2016年4月より6月まで放送された。内容は基本的に原作に沿っているが、第9話は作者書き下ろしのオリジナルストーリーとなる。 豊永、南条の二人は、ラジオしないと思ったのタイトルで、ラジオ大阪では2016年4月7日から12月29日まで、毎週木曜日に、音船では2016年4月8日から12月30日まで、毎週金曜日に配信された。パーソナリティは、豊永敏行と南条吉野が務めた。略称は、はと。電撃文庫ニコニコの企画で、 ニコニコ生放送の視聴者アンケートの結果によって、ストーリーが変わる、ユーザー参加型ラジオドラマ、多数決ドラマ第4弾として2017年に配信される予定と告知されていた。ありがとうございます。